はい、皆さんこんにちは、マンダリグルビーチです。では今回は信長内房大使パープキッド幕末志士転生物語続きやっていきましょう。で前回はですね、毛利長州となんとかね仲良くやっていきたいという意思表示を示し続けたんですが、残念ながら毛利とね長州と開戦ということになりました。かろうじて撃退したんですが、それにしたって被害は甚大ということで、まずはそれの立て直しをやっていきつつ、毛利とはね、なんとか和睦を結んでいきたいというふうに思っています。では、時間を進めていきます。これ以上もうね、ここで板垣退助が毛利に寝返ったという話？痛いなぁ。板垣退助はね、表情に参加してもらってる、武将なので、最重要な武将の一人という位置づけなんですね。これが寝返ったということ？じゃあ、満を持して、龍馬を賛成に入れましょう。対面は必要なので対面入れる。で農業も入れましょう。早速龍馬が輝いてくれたね。これにて表情を終わる。で、優先して入れたいものいくつかあると思うんですが、まずは耐震を入れておきます。これ実はこの後地震が起きます。ロケハンをやりました。なのでこれをまず入れておきましょう。ご命令を。でさらにさっきね、さっきというか前回というか毛利に取り壊された準検所、これの復旧をやっていきましょう。かしこまりました。かしこまりました。かしこまりました。はっ。いくらあっても困らない準検所なんで。で、さらに継続発展ですね。これは施設から選んでいっちゃいましょう。優先したいのは、準検所と連兵所、軍事関係ということになります。承知いたしました。で、あとね、投資、独占、このあたりも抜かりなくやっておきましょう。で、その上でお金が余ってるのであれば、発展で、優先したいものを入れていきましょう。連兵場。あとは、連兵場。連兵場。連兵場ですよね、中身。あとは、準検所。準検所。こんなとこですかね。一旦じゃあこれで行きましょう。そうだ。あと、兵力をしっかり、つけていくという意味で、歩兵をね、早めに入れておきます。病には勝てぬ。よし、有馬と通商が結びましょう。報告いたします。先月の収支です。で、今お話したように忘れないうちに、最初に。ご命令を。今飛ばしちゃったけど、細川忠興が大津を狙ってるって、ちらっと出ましたね。危険極まりない。一刻も早く歩兵しよう。いいよ、松山。だいたい3000ぐらいずつ、各、城で、抱えているっていう状態。ごめんなさい、ちょっと声が忘れちゃいましたけど、各城で3000ぐらいずつの兵を、持っているっていう状態を、常に維持しておきたい。不安が、それだけ大きい。かしこまった。で、これだけの兵を抱えるには、やっぱりね、それなりの収入が必要なんで、先に進出系を行っておきましょうか。ちょっと進出届かない。じゃあ独占をしてお金を使っていきます。かしこまりました。でさらにもうちょっとね、敵が多すぎるので、
もうちょっと親善をしっかりやっていきましょう。いろんなところに。できればね、もう同盟っていう形を取りたいので。かしこまりました。かしこまりました。さっきの毛利との長州との戦いでは誰も味方してくれませんでしたからね。志果たせぬか。またちょっと同じ状況になるというのは避けたい。報告いたします。さあこれで秋になったんで、一旦兵糧はね、各国回復してくると思うんで、ご命令を。このタイミングで宣戦布告してくる輩が出てくる可能性はあります。警戒はしておきましょう。はっ。そういう意味でもやっぱり親善をしっかり行って、できるだけ味方を増やす。四国統一の夢はちょっと遠のきますけど、まずはね、防衛をしっかりできるようにやっていきます。かしこまりました。かしこまりました。出たー、細川忠興。山内の血は我らがもらうぞと。マジですかい。黒田中川、敵が我が領内に向かっております。敵につくというわけね。 13,300 でしたね今。となると我々も急いで兵を集めましょう。まず援軍の要請からだ。八塚に援軍、徳島から 4,000 の兵をお借りしたいです。付け立ちいたします。他援軍頼めるところある？有馬 1900。 助立ちいたす。さあその上で我々も大津城に救援として向かいましょう。敵の数が 13,000 か。我々が今 9,000。 これだとちょっと数が合わないので、徳島、秋、各拠点から入れて 14,400 で迎え撃ちましょう。進みます。これしっかり撃退しないと始まらない。手段は選ばぬ。国衆将兵があと47日しか持たないので、どうだろうね。47日以内に戦いになるかどうか微妙な情勢ですね。中川との親善は断られましたか。報告いたします。先月の収支です。表情を始めよう。さあこんな状況ですが、表情はしっかりやります。戦いに勝った後の立て直しは重要なので、あとは洪水被害低下も入れておきましょうね。早めにね、何かあってからでは遅いので。で交渉術も入れておきます。この後ね、和睦交渉をするのを念頭に入れた施策の選択ですね。ご命令を。まずは池田恒興を撃退しないと始まらないんで。報告いたします。先月の収支です。
ご命令を。さあ外交の見直しもちょっとしていきましょうか。まあ、見直しというか外交の追加というか、同盟が結べるのであればぜひ同盟を結ばせていただきたいというお願いをして回ります。だあ、同盟ができるところがない。毛利とは講和、かしこまりました。そろそろ講和してくれというお願いをしに行きましょう。同盟締結ようやくだな。かしこまりました。有馬と同盟をなんとか結ばしてもらって、待機します。外敵に立ち向かいましょう。さて細川との合戦に挑みましょう。なんだろう、指揮取らなくても絶対勝てるよって出てきましたけど、そんな戦力差には見えないだよね。兵数1万人、うん、部隊数が3だ。忠興、これはでかい。壊滅させるチャンスだ。これ何も考えなくても勝てそうだな、確かに。ただここは罠を張って、罠にしっかり敵をおびき寄せた上で、全面突撃にしましょう。行きます。一応ね、ちゃんと陣外をしましょう。してもらおう。参るぞ。怖いのは味方の本陣が崩されることなので、それだけはないように気をつけます。始めるぞ。あとは敵の動きをね見ていきましょう。ゲチを始めよう。敵は右翼に来るね。なれば味方は中央へと集まっていきましょう。始めるぞ。ご命令くだされ。叩きのめせ。いきなりかかったな、罠。見えた。後ろがお留守のようじゃね。そしたらここは今いる見えている人たちで袋にしましょう。やりたい。一気に壊滅させる。でその間にね、敵に後ろを晒すわけにはいかないので回り込みましょう。ご命令を。いざ進まん。敵の居所知れました。やはりそうなるな。やりたい前。やりたい前。これにて幕とさせていただこう。横槍を入れよ。やりたい前。やりたい前。ここは引くの。よし、まず敵の一体は壊滅させたね。そしたら救援に向かいましょう。危ない人の救援。守りが甘いぞ。やりたい前。やりたい。ここで全軍突撃だ。やりたい前。やりたい前。やりたい前。その首、一気に忠興の首を取る。やりたい前。やりたい前。やりたい前。ちょっと待って、参ります。山内さんが危ない。始めるぞ。山内さんが危ないことになってるよ。ご命令を。始めるぞ。油断したよ。やりたい前。ちょっと待ってね、これはかなり危険な状態になってるな。ただもう敵を追撃した方が早いでしょう。この手でいただくとしよう。やりたい前へ。今は引くぞ。回想させたね。
よし、これであとはやりたい前へ。忠興の本陣めがけて突撃ですね。隙を見せた。やりたい前へ。これほどとは。後ろがボウスのようじゃ。よし、忠興隊壊滅。いや、舞台数3体できてくれたというのが本当に大きかったね。まあ攻め込まれたので破壊は受けましたが、きっちり撃退できたので一旦騎乗する。合戦続きでどうにもならないことになってるからね。敵が我が領内に向かっております。だは、ここで毛利11400。いやー、退けなければよかったな。帰らせちゃったよ。うん、大丈夫だね。講話が一応ここでうまくはまってますね。さらに有馬との同盟も相なった。これで体制の立て直しが少しできるかな。ただ同盟国をもうちょっと増やしたいですね。ご命令を。このままだとまた攻め込まれるリスクが高いので、はっ、まずは戦争の継戦能力をしっかり維持するために農業をやります。でだ、進出できるところがあれば進出したいけど、特にナッシングだな。まぁ、あ、ちょっと投資するぐらいだったら独占できるところで我慢したいので、一旦ここまでにしましょう。で、準権状が破壊されてるので準権状をまた作っていきます。かしこまりました。はっ、かしこまりました。この大津城近辺あれ当ててんだろうっていう感じだよね。もうで、その上で進前できるところがあれば進前していく。福島と進前。承知いたしました。浮田とも進前。とにかく承知。敵となる家を減らしていくしかないのね。かしこまった。バラ巻きで味方を増やしましょう。かしこまりました。で、その上で交渉が効くところある。一旦はない感じだな。まあ、細川家が再び戦争を仕掛けてくるリスクは今のところ少ないと思うんで、もう地震耐震入れておいてよかった。雪関係はね、入れておく必要がないので。報告いたします。先月の収支です。表情を始めよう。さあ、では表情です。今回は商業を入れていきましょう。あと論議。これにて表情を終わる。交渉術は入れる。あとは品種改良も入れる。こんなところですかね。ゲッチ。さあ、では今回ちょっと短いんですが、まあ、キリがいいので一旦ここまでにさせていただいて、次回以降なんですけども、まあ、細川家、をね、潰しにかかるっていうのもありだと思いますし、そのためにはやっぱり福島、ここがね、我々と同盟を結んでくれる状態を作って、その上で、まあ、外的要因を排除して、他国への侵略というのをやっていきたいというふうに思います。ではちょっと今回短いですが、今回ここまでにさせていただいてですね、
次回またこの続きをプレイしていきたいというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。